にはうちにも遊びに来てね。はい、ありがとうございます。新しいプロジェクトが動いてるな。ここのところ二人ともそれにずっと語りきりだったのよ。仕事うまくいってるんだ。小さい会社だからな、いろいろ任せてくれたおかげでずいぶん話が進んでる。それで実は二人に相談があるのよ。すまんがよろしく頼む。私たちもできるだけ手伝うからね。頑張って仕事して私たちの小遣いを増やしてね。まあプロジェクトが成功したら期待しててくれ。
言えるわけないでしょ。ナオキ、お茶っ葉ってどこにあるか知ってる？どこどこ？わかるわけないじゃない。そんなはずないでしょ。あたしの分はしなくていいの。にはデリカシーってもんが足りない。
デートでもすればいいの。じゃあね。残念、少し遅かったな。ああ、今まで新入寮生の歓迎会をやってたんだ。天ヶ崎さんが入って全員揃ったからな。ただの行政じゃない、寮長だ。それがみんなにおだてられて一曲披露することになってさ。余計なことは言わない。それがすごい音痴で、また聞きたいよな。今日はお疲れ様でした。歓迎会ありがとうございました。気にしなくていいよ、寮長の務めだしね。野々原先生を合わせれば7人かな。あとは全員男だ。知ってるか？奥さんが普段管理人をやってるんだけど、むちゃくちゃ綺麗な人だぞ。みゆきさんという。いや、深瀬とは逆で、すごく優しい。俺も随分助かってる。止めないけどな。今日は深瀬もいるから気をつけろよ。鼓。
まあそんなもんだろう。洗濯とか全部自分でやるんだぜ。まあお互い頑張るか。潤いのある生活を目指してな。あれ？今度は反応しないなあ。ああ！ちゃんと起きてたんだ。でも少しずつ起こし方を変えていかないと私も飽きちゃうしね。あ、そういうこと言うんだ。